俺が試合で一つアウトを取るたびにあんたは俺に500万払う。な、何を言っとるんだ君。ただし俺が失点したら逆に1点につき5000万あんたに支払おう。ほう、ワンナウト単位の出来高払い、ワンナウツ契約ってわけか。乗った、その話。契約は今日からだ。じゃあよろしく。ツタは切れる男かと思ったが、バカな男だ。オーナー、大丈夫ですか？あんな無茶な契約。おやおや、ここにもバカが一人。ええ。あ？昨シーズンの最優秀防御率は誰だ？イーグルスの吉田で、防御率は確か 2.73。 え？つまりだ、一試合 2.7 しか点を取られない投手はタイトルを狙えるほどの優秀なピッチャーだということだ。ではそのピッチャーに、お前が無茶苦茶だと言ったさっきのワンナウツ契約に当てはめて、球団が払う金はいくらだ？はあ、ワンナウト500万だから、かける27アウトで1点につきマイナス5000万かける 2.7 だと、あ？プラスマイナスゼロ。